今日はお誕生日だったんですけど、ほんでね、全部食べるまで配信したから、いろいろ本当にね、ちょっといろいろあって、ちょっとだけ食べたいと思います。夜中に。こんばんはみんな。え、今日ね、幸せだった、めっちゃ本当に。てか、めっちゃ可愛くないこれ。見てください。嬉しい、楽しかったよね、結構多いでしょ、ありがとう、いつも、いや本当に幸せにしてくれてありがとう。これ何なんだろう、カニに、チョコ、人参だった、俺が前に押して、え、なにそれ独特の表現、でした、おめでとうございました、ありがとうございました、本当にありがてえです。ケーキのクオリティすごいよね、どこで買ったんだろう、これはクッキーっぽい、これはチョコだった、これは人参、ちょっと人参しちゃうよ、え、なっちゃん、あれ本当に幸せな一日だったわ、シェモンパーク、シェモンパークだよ、よく考えたよね、本当にお腹鳴ってる、ケーキを前に食べちゃおう、まあ、本当こんなおとといのにね、申し訳ないけど、おとい同い年じゃん、あ、おめでとう、ありがとう、おめでとう、久しぶりに食べたケーキ、え、ほんとすごい再現、これみんなで作ったんでしょ、塩田さんが、そう、去年梅さんにね、最初のケーキ食べてもいいですかって言ったら、いいですよって言われた、おいしい、かわいい、これほんとにかわいい、なんやねん食事大きいの、相変わらずでしょ、でしょとか、口大きい子好き、もうほんと食べ方ね、可愛くないんだけど、一人で食べる、え、ドラえもんの味あんましない、あんまってか、ドラえもんって何味なんだろうね、おいしい、うんサクサクサ、いつかね、昔にね、ケーキワンホール食べる配信した、あ、そうだ、しおりちゃんに質問、得点基準2枚でコアデートできるって知ったんだけど、いけない人はどうなる、どういうこと、いけない人はどうなるっていうこと、そう、明日はですね、のリリースイベントが渋谷ミルキーウェイさんにあるんですけど、マジでやばいんですよ、なんて言えばいいんだろう、大切度明日までのが、デイリーなのかな、私フラゲミなので、明日はやっと CD が手に届きます、急にむせた、やややほー、シアドラさんセンスいいね、そうそう、本当にセンス、センスしかない、センス良すぎ
明日までに焼く CD。 そうなんですよ。食べたら、あの回収してほしい。あ、ちょっと食べた。え、いけるっしょ。全部、今全部食べる。シュウさん、今日化粧薄い。よくわかったね、薄いの。しかもしおりさんって。人参吸収作戦。ちょそれ全部食べれる気がするけど、今日はちょっと早めに終わっちゃうんですけど。あれ、発売日当日だったまで。酸っぱっ。あっ、なんだこれは。あれだ、ベリー系女子。むせてて、そう、すぐね、むせるの、食べながら。てかやっぱり普段よくさ、食べてる YouTuber 見るからさ、うまい食べ方。てか15分経ったら教えてください。立ってるよ。あ、立ってない、出てくるんだよね、あれが。指引けてないから、スタンプとかもらってないから。そういうことか。でも代行、代行じゃない、あのオンラインリリースイベントでもスタンプが一緒に届く。スタンプ分のポイント。そう、ほんとそう。え、お祝いしに来て、あなた。優しい、ふみが緑茶あるよって教えてくれた。あるよ、しゃべってあげるよでしょ。あ、そういうこと。そうそう、教えたから。めっちゃベリー入ってる。さっき酸っぱすぎてほんとびっくりした。特典券20枚だけど、あとだけど、あとでご飯デート、その日のみなになっちゃうの。なんかね、その日のリリースイベントのなんかその日の特別特典みたいな感じなんだ。だからね、実際に来てくれたらって感じ。生クリームね、チョコ両方あるよ、ほら。でもこの緑にもある。二つの味が混ざり混ざる。酸っぱいベリー、めっちゃ酸っぱいゼリー、ゼリーじゃない、ベリー。お願いしたくない。うん、そうそう、明日のあの当日のってな感じなの。他にもね、いろいろあるんだけどね、その当日の特別特典っていうのは、その会場限定みたいな感じ。水耕がその日当日のみになります。うんうん、もう一回言って。その特典の水耕がその日限定になります。その日だけのスペシャル特典なので、会場限定というかはその日限定です。全部ふみに言ってもらった。え、ラズベリー酸っぱい。ラズベリーなのか、なんかイチゴがなんか梅干し、いちごと梅干しのハーフみたいな感じ。うん、早っ。え、かわいいよね、ほんとに。マジでかわいい。もったいないもんとか言いながら食べる。行った人にしか。え、そう、ほんとにそう、そういう感じなんです。そういう感じなんです。CD の特典はいっぱいあるよ。ね、写メとかチェキとか動画とか、ネットだったら、なんていうの、よくさ、落書きできるじゃん、なんか。デジタルっていうから、そういうのができる。細かいちょびちょびの丸っこいベリーは、ラズベリーよ、それや。ラズベリー、いちごもあるし、ラズベリーもある。やばい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 。
そう、今ふみちゃんの部屋こんばんちに、え、ほんとにそう、いつ食べると思う、深夜2時に食べるケーキ意外とバリエーション、え、めっちゃありますよ、他にもあります、3枚でぜメンバー全員のとのチェキとか、4枚で全員1人個別個人のとか、囲みチェキ、囲みチェキか、3枚は4が1人1人の社名、5枚が1人1人、これはね人数によるんですけどね、ふみちゃんいる？いらない、ふみちゃん甘いものあんまね、あ、食べる食べる食べるよ、ほら食べる食べる、すごいやつだ、ちょ嫌ではないよ、ほんと？いや、しおちゃんのだってさ、しおちゃんが一つ丸々食べた方がいいのじゃないと思ったけど、でも冷静考えたらふみちゃんのケーキしおちゃんほぼふみちゃんね、甘いものも好きだけどそんなに量食べないイメージ、いちご食べられる？ふみちゃんすっぴんよふみちゃんすっぴんはあんまわからない、ほんとこれは、なあ、すずさんまだ下のスポンジ部分だけ残ってて明日の朝食べるのを楽しみ、え、かわいい、あ、上の段からみたいな感じ、うまやね、うま、あ、お茶くれた、枠外で飲めるダメなフルーツね、フミね、ベリーならいけるのすごいインドネシア、ベリーならいけるよね、とバナナとバナナ同じこと言っただけ、フミ子はベリーいける、ハミ子が急に声出してきたすっぴんフミちゃんに、すっぴんフミちゃんに案してって、いいよ、ベリーズ工房を、そりゃアイドルさんの目だからね、確かに急に出てきた、で、ニラ着てんのバレてる、アップル、ちなみにアップルを食べたらフミは死んじゃう、マジ肌綺麗、ほんとびっくりしちゃう、余白スペース多くない？もちろんさ、お尻のしおりのお尻の位置をさ、ふみさんすごい顔してるけど乗せていい、だって、なんでもいいよ、シルムなんでもいいよの人、人ね、やっぱか、普通に、え、パーカーマジ可愛いけど今売ってないんだよね、もうね、生産しないで、やばいやりやば映してるこうやってやってるふりしてくそよし、バイ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 、ありがとう、何分間ちょっと見てみますわ、10分お、あと1分2分です、私はちょっと今からやらなければいけないことがあるので、でもさ、そのさ、クッキー食べたの、クッキー、みんながやっぱ画面録画してんじゃね、スクショと、そっか、あこちら NB あ、やばいやばい、あ、疲れた、夜中なんだよ、 NBね、テクスチャーを固めで可愛い、マジで見て、わあ、パンチされて痛い顔、可愛い、まあ、食べるんですけどね、あー、砂糖の味
2500円。え、一体これ2500円。 CD が2枚も買えちゃうってことは2つで5000円。違うじゃん、3つのっちゃう。え、私さ、だってさ、人参もおるよ。ほんか、ほんよがかわいい。え、なんか切な。自分で食べた。ということで、今日は短めでしたがありがとうございました。著作権、あ、そういうこと？著作権でクッキーもお金が取られるのか。この時間にただケーキを食べる配信でした。あ、ということで、明日はですね、渋谷ミルキーウェイさんでリリースイベントが2回何時かだっけ、19時と21時にあるので、ぜひ遊びに来てください。ありがとう、本当になんか今日はすごいコメントを飛ばしながらにしてしまいました。本当に今日会いに来てくれた方やありがとうございました。方や祝ってくれた人、うん、そうね、来てくれた方やありがとうございました。それで終わっちゃったから。ということで、以上山口家の伝統終始いただきしおりでした。遅い時間にごめんなさい、待たせてたと思うので、また明日。あ、スクショしてくれた人はぜひ載せてくださいね。バイバイ。